やあ。ずいぶんこれ見よがしだな。やっぱり罠なんじゃ。お連れしました。ご苦労、キサラ。君が噂の解放者、カラグリアの炎の剣か。なるほど、興味深い装いをしている。申し遅れた。このエリデ・メナンシアのスルティオハリム・イルル・ケリスだ。レナのスルド、正体を知った上でなぜ俺たちを追いく。いらぬ騒ぎを起こされる前に誤解を解いておきたい。そう思ってね。君たちは私を倒しに来たのだろう。だとしたらどうする。ここで戦うのか。その必要はあるまい。ビスキントの中を眺める時間はたっぷりあったと思うが、鞭打たれる奴隷の一人でも見かけたか。兵士の気晴らしに殺される者、区役に会えぐ者いないはずだ。ただの一人。私はメナンシアから嘆きを取り去り、笑顔をもたらした。それでも私に剣を向ける。見上げた大胆さだが私には通じない。いたずらに対する罰は必要だ。アルフェン！ほう。まあいい。食事を用意させてやる。続きはそこで話そう。ケルザレク。はい、カッカ。客人をご案内差し上げてくれ。かしこまりました。また考えなしに怪我をして。どっちがだ。いきなり一人で攻撃するなんてどうかしてる。何を怒ってるの。私たちの目的はスルドを倒すことよ。忘れたの。それで怪我するところだったじゃないか。今までだって怪我くらいしてきたわ。何だって言うの。なあ、アルフェンはその単にあんたを心配したんじゃないか。心配？いや、よくわからないけど、なんていうか。レナの味付けが口に合わなかったと見える。残念だな。エリスグリの珍味を取り寄せさせたのだが、今宵の出会いに。なぜあんたはダナ人を解放したんだ。その言い方は少し語弊があるな。スルドといえど体制そのものを変えることはできない。だが苦痛を減らすことはできる。互いを尊重する主従関係。私がやったのはそういうことだ。それじゃあ結局ダナ人は奴隷のままってことか。
労働を担っているという点ではその通りだ。ただ不当な搾取の代わりに正当な報酬を提示している。現状望みうる限り最も理想的な共存の形だ。共存、ダナとレナの共存。スルドブリガはそれで勝てるとは思えないけど。ダナ人たちは鞭打たれていた時よりよほどよく働いてくれているよ。だがいずれにせよスルドブリガは重要ではない。なぜなら私は王の座に興味がないからだ。よせ、勝負はもうよせ。スルドに選ばれるのに本人の意思は関係ない。だが王は違う。ならばそこまで付き合う必要はあるまい。それでスルド同士の争いから降りたというのか。王の座を狙わないなら精霊力を集めるのにアクセスすることもないか。王なぞなりたい物好きがなればいい。この国が平穏であれば私は満足だ。そうやって自分だけ安穏としていられればいいというの。言ってくれるな。そういう君こそ同胞を裏切りスルドを二人も倒すのに手を貸している。そうまでして何をしようというのだ。いや結構だ。本気で聞きたいわけじゃない。とにかく君たちとことを構える気はない。だがどうしてもここの秩序に挑戦するというなら受けてたと。さもなくば早々にどこへなりと立ち去ってもらいたい。ケルザレク、お客様方がお帰りだ。宿の手配を。宿は手配しておく。町の通りを進めばすぐそれと知れよ。今宵はそこで一泊し明日早々に立ち去るがよい。しかし豪華な建物だよな。部屋だけでいくつあるんだ。ちょっと気を抜きすぎ。もう少し警戒してよ。このここに及んで襲ってくるとは思えないけど。
ミハグサールってなんだ。五稜の一つよ。そこと取引をしていたみたいね。
ただクルー森もにぎわってきたかな。リンウェル、気持ちはわかるが、今は我慢してくれ。ごめん。
宿の用意があるって言うけどさ、レナの鋭だよ。いいの、信じて。だからって今から町の外でやえってわけもいかないだろ。私はその方がマシだけど、ネコミを襲われでもしたらどうするの？それはないだろう。襲うつもりなら宮殿ですればよかったはずだ。真意はともかく、敵意がないのは本当だと思う。だったらこんなところで立ち止まってないで早く行ったらどう？ようこそ、トツクニの方々。スルド閣下の使いの者より受けたまわっております。はるばるのお越し、光栄に存じます。どうぞごゆるりと。思ったよりまともね。え？部屋の話よ。ああそうだな。大丈夫？なんか目がうつろだよ。いや、なんかさっきから少し頭がぼーっとしてて変だな。疲れかもな。俺も妙にだるい。アルフェンも？いいこと。まだ私たちはここに来て何もなしていないのよ。しっかりしなさい。すまない。今日のところはこのまま休ませてくれ。明日朝またこの部屋に注文しよう。いいけど、ちょっとは用心した方がいいよ。安全って決まったわけじゃないんだから。二人とも大丈夫？ああ、一晩寝たらすっきりした。何だったんだろうな、慣れないごちそう食べたせいか。それなんだけど、やっぱり食事に何か入ってたんじゃないの？本当に殺すつもりなら二人ともとっくに命はないわ。警告という可能性もあるでしょうけど。そういえばリンエルは全然食べてなかったよな。腹減らないのか？後で自分で用意したものを食べたから。もったいない、あんな料理めったにお目にかかれないぜ。逆に聞きたいくらいだよ。敵に出された料理をどうして平気で食べられるわけ？いや、でもシオンだって同じもの食べてただろ。同じ皿から取り分けてたぞ。レナには効かない毒だってあるかもしれないじゃない。よせ、リーメル。猫？どこから？なんか変わった飾りの首輪。待てよ、まるで呼んでるみたいだな。追いかけよう。あ、ちょっとラオ！見失わないようついていくんだ。どうしたんだろう、急に。つなぎかもしれない。つなぎ？ああ、
人目につきたくない連絡に訓練された動物を使うんだ。あの猫がそうだっていうの？誰かが私たちを呼び出そうとしてるってこと？確証はないけどな。すごいな、よく気がつくもんだ。古巣で仕込まれたってやつ。愛らしいわね。何か言ったか？わからないが、見失わないようにしないとな。よく仕込まれてやがる。可愛い猫にしか見えないけど。